北西トルコ風のアーダチタイプササールークアイロン等で混ぜ、泡があまりないやヨックアイロンやイランとはヨーグルトに水と塩を混ぜた飲料である。バルカン半島から中東や中央、アジアまで広い地域で愛飲されている。古くからトルコではヨーグルトに水と塩を混ぜたアイランと呼ばれる飲料があり、バルカン半島から中東や中央、アジアまで広い地域で愛飲されている。 これはもともとヨーグルトに塩を加えて長期保存しようとしたことが起源と考えられている。よく攪拌して強するため、新鮮なアイランは泡を含んでいる。水の代わりにきゅうりの汁やニンニクを入れたり、さらに黒胡椒で味付けしたりする。味も地域差があり、酸味の強さなどが異なる。また、攪拌して出されるため、泡を伴うものもあり、特に北西トルコ風のものは、 泡が多いが、攪拌に使う容器の違いなどで泡がほとんどないものもある。ブルガリア語ではアイランと呼ばれる。ブルガリアでは味をつけずにそのまま食卓に供される。ミントの葉を刻んでアイランに入れることもある。ギリシャ語ではアリアにエーローイオタニューイオタと呼ぶ。アフガニスタンとイランではドゥーグと呼ばれ、アフガニスタンでは水で薄めたヨーグルトにキュウリと塩を入れ、イランでは 黒胡椒とミントを加える。イラクではシニーナ、マシュリクではラバンと呼ばれる。トルコではアイランの根強い人気はコカ・コーラなどの現代企業が参入するソフトドリンク市場に対抗するほどである。マクドナルドも地域限定メニューとしてアイランを平常から採用している。アゼルバイジャン、シリア、レバノンではファストフード店を含むすべてのレストランが供しているが、 トルコとブルガリアではスーパーマーケットが主な市場である。トルコの田舎では客のもてなしにアイランを供する。甘みをつけられていないアイランはヨーグルト本来の酸味があり、羊肉が多用されるこの地方の料理との相性はとても良い。また、塩椒の季節に喉の渇きを癒すのにもうってつけである。ありがとうございます。